川口プロデュース川口です。今回は石垣島のふさきビーチリゾートホテル&ビラズというホテルに泊まりました。わあ、すごい、すごすぎる、すごい、すごい、うわあ絶対にやるやつ年出た年齢出た無理しちゃいけないわあすごい。晴れてたら、あ、でもこれあっちだ、あっち、なんかあっちの景色、あ、でもすごい、なんか本当ホテルって感じしない、ね、人ん家みたいな。あ、すごい、もう荷物置いちゃった。一番大切なシャワーの水圧チェック、あ、本当だしますか、忘れてましたよ、バストしたことこちらが、こちらがバスルームです。あ、ユニットバスですね、綺麗。どうでしょう、行っちゃいますか、行っちゃいますか、どこ見てるんだ、行きます。どうでしょう、そっちまさかのね、そっちだったということで、はい、京都に味で送りまして、こっちで、あれね、あ、あ、いい、いい感じ、いい感じです、強い、あ、いいですね、上手すぎず、強すぎず、いいホテルだ、いいホテルですから、ありがとうございます、いいですね。こちらは庭ですね。ホテルの裏側には、海に面したプールがありました。なんかヤシの木とかがあってね、すごく南国風というか、落ち着く感じのホテルです。これ夜になるとですね、こんな感じでとても雰囲気が良くて、まあなんかちょっとパリピ感が、漂ってる庭です。どうやら僕がたけしさんと、飲んだくれている間に他のメンバーは、おかがにというのを見つけたみたいですね。ホテルに戻る途中で、道路にこう出てきていたカニを見つけて救出してる模様だと思います。ね、危ないね。救出しました、道路から。あ、かわいい。頑張って。君は何、海に帰りたいのかい？どうしたいんだろう。君は何、海に帰りたいのかい？こんなこと2回言うとる。ここから少々不適切な表現が続きます。お食事中の方はご注意ください。どれ、うんこないよ、うん、うんこじゃん、まごうことなきよ、違う違う、これ松ぼっくりやで、大丈夫、食べてみてるじゃん大丈夫、ねえねえ、これ道路の向こう側に渡してあげた方が安全かな、逆にね、だって渡りたかったんじゃないの、渡りガニなのかな、いえ、オカガニです。海の方角に返してあげました。元気でな、達者でな、この出来事は本当に、最終日の夜、僕がたけしさんと石垣島のトントンさんと、飲んだくれてる間に起こったことで、僕は知りませんでした。動画の時系列がちょっとめちゃくちゃになってますが、ホテルの裏にはこのように海が広がっています。なんかね、砂浜も綺麗で、あの、とても落ち着ける雰囲気です。石垣島は12月でも22、23度ぐらいあるらしいので、
こういうビーチで、アクティビティっていうんですかね、あのウェイクボードとかそういうのもまだ全然できるそうです。僕らが行った時はですね、ちょっと雨が多くて19度とか、その20度を切るよう感じだったんですけど、僕らは全然半袖で過ごせました、まあ、地元の方は寒いって言ってましたけど、うん、今回の動画は僕たちが泊まった富崎ビーチリゾートホテル&ヴィラズの、紹介でした。この後も石垣島観光や西表島に行った動画が上がりますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。ナレーションは川口俊和でした。ご飯をたくさん食べる人はたくさん出るんだ、プリ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 バイバイ、プリプリバイバイ、みんなで仲良くプリプリだ。食べないのこの辺に。バイバイ。